せいたしました。京都グリーンリーグ銀閣の第3節、本日の3半ちゃん目となります。はい。早速いきましょうかね。そうですね。はい、対局の準備整っておりますので、早速対局の方を開始していきたいと思います。津田さん強いですね。津田さんが強いですね。はい。さあ、並び順です。ちいちゃから小室、友添、あさぴん、津田の並びです。どんどん一局、親番は小室です。ドラはチュン。まあ、ポイント的に本当にね、どうしてもトップというよりも、もうなんかもう2番手、3番手のポイント争いっていうところになんか絞られてきた雰囲気になってきましたね。そうですね、特に今ね、小室、友添、同卓ですからね、お互いがお互いの上に立って、今日一日終わりたいですよね。そんな感じですね。さあ、津田さんのポイントはプラス400を超えています。特になんかさっきのなんかでも、そんなにね、津田さんが抜けてるわけじゃないんだけども、はい、少なくともここよりは上みたいな、そういう上がりになってきますよね。そうですよね。小室友添の差は現在25ポイント、1着順で入れ替わります。チートイツの一シャンテン。チートイツって、ね、打点上がりやすいからいいっすよね。そうですね。ね、4000、8000。ね、ハネマン、バイマンになりやすいんで、はい、なりそうですね。って言ったらこれメンツ戦になりそうですね。もういらんでしょこれ、チャンスといる。あ、スーソか。スーソだ。どちらも残してということですよね。発がんこにね、自分でなればそれはそれでね、打点も少し見えますしね。はい。ドラ引いた。チートイツにします？はい。もうチートイツですね。もうチートイツですね。はい。もうバレてもいいと。そして親番の小室、純ちゃん3色、先手打ちたいけれども、ねえ。先手という手ではなんかないですね。ないんですよね。さあ、津田は一メンツ。カンパーピンか、関数層か。カンパーピンを残しました。まあパーピンの方が良さそうですよね、なんとなく。そうですね。なんとなくですけど。はい。あっこ。いいそう嘘。嘘が一枚切られてる。嘘が一枚飛び。初もそうですね。そうですね。ドラ票ですから。少し数あんこは厳しいですよね。泣いてドラ打ったらね、もったいないんで、はい、まあドラを使える形で、おー、いいペンチワン。はい。さあ、津田がリーチ、カンパーピン待ち。ピンを切ってのもろ引っ掛けにはしなかったんですね。はい。リャンピンの方を切ってカンパーピンでリーチです。さあ、カンパーピンはすべて山です、はい。ドラがあるんでね。友添ドラのチュンが一番浮いています。パーマンを抜く。ああ、狙い通り。リーチだ。これはどうしますか？リャンソを切ってリーチに行くか、むしろチュンを切ってリーチに行こうか考えてますか？いやー、リャンソを切ってダマにするかどうかじゃないですか。なるほど、リャンソを切ってリーチ。チュンは山に2枚、パーピンは4枚。リャンソルリーチも考えてたのかな。いや、どうなんでしょうね。何の兆候だったんでしょう。ね。チュンを積もって裏乗せたいっていうコメントがあります。そうですね。チュンを積もって裏が乗れば4000、8000。ねえ。やっぱり打点欲しいんで、ドラ関係になりますよね。普通に。そうですね。そんな気はします。先手だったらね、チュン切りっていうのもありますけどね。はい。リャンソー。いかにも上がれそうな街なんで。そうですね。はい。さあ、パーピンはまだ4枚、チュンも2枚。全部で2人の当たり牌6枚山にいますよ。ピン2枚ってね、4枚ってね。4枚ですね。ねえ。おっと、ここもドラ短期のチートイツ、いいシャンテン。そうですね。パーソー行きました。小室は。何を切る？あ、そうですね。今パーソーが通りました。リャンピン、朝ピンには筋ですが、いや、リャンピンは、あ、リャンピン2人、あ、そうか、そうですね、津田もリャンピン現物でした、ただ、数層の現物を切りましたね。あーちん、ここに来た、朝ピンの町は残り1枚。1対 4？ いやー、パーピン、これは津田の上がりです。リーチ、裏1、2600。山用のカンパーピンでしたね。はい。はい、相変わらず好調な。はい。あとの2曲、親番友添です。確かに、伝はもう残りの半ちゃん、ラス引かなければ通過ぐらいですか。いや、ラス引いても全然余裕ですか。余裕なんですけどね。全然余裕ですね。はい。うん。え、何半？予選が16半じゃん。16プラス2があるんですけど。16プラス2か。はい。なので今が3節目、8本9、8、9、10、これが11本目ですか。うん、早いなぁ。いや、でもそんだけ打ってこれでこの成績がすごいよな。いや、すごいですよね。そうか、でも残り7本。まあ全部ラスってことはないんでね。まあそうですよね。っていうか全部ラスでもプラス説ありますね、これ。そうですね。はい。通過運動は別にして、全部ラスでもプラスですね。プラスですよね、ポイントはおそらく。すごいな。爆発力がすごいですね。いやー、本当に。この曲、親番は友添、ドラはチーマンです。なんか1シャンテン、2シャンテンぐらいまでは本当にスムーズなんですけど、そこから伸びないんですよね、友添も。そうですね。さあ、白が統一になりました。おお、いいですね、この論争。ね、他の人結構スムーズなんですけどね。友添がね。順調にいくんですけど、友添がやっぱりもう一つこうツモが伸びないですね。はい。親の現物をちょっと重視しましたね。それほど形は良くないんで。小室これで一通のいいシャンテン。はい、一通と四五郎ですね。四五郎もね、手が割れば。いやー、ツモが効かない。いやー、そして友添欲しい甘露草が2枚つもぎられ、2枚目の前で切られてしまいましたね。はい、友添はドラドラと。うん、ここでもウーピンを離します。はい。お、ドランコ。ストレートに。はい。そう、朝ピン、この嘘を両面でチーして、チュンバックのいいシャンテン。なく津田統一でしたがポンしません。津田は両面のいいシャンテンです。ローソはもういらないな。あ、これで1通だ。さて1通の全敗ダマ点にしました。ペンサンソウ待ちです。ペンサンソウあと1枚ですね。あと1枚、はい、はい、地位で、場に1枚でここに1枚、あと1枚ですね。イシャンテンなんですが、そしてここもイシャンテン、おお3層、あーラスハイだ。はい、これはただ一旦出ません。あ、これ白のポンテンで出ない形になりましたね。そうですね、はい、白はまだ1枚生きています。わさびんとことか行ったら絶対出るんですけどね。うん、唯一出ないところに。本当唯一出ないところに行きましたね。そうですね。まあ、ただイスソが入れば出るのか。でもイスソがもうなくて、あ、当然これテンパイカウマ待ちリーチドラさんです。うん、あ、こっちに来た。これで残り1枚。ここには打ちたくない。リャンズイーソー。はい。まだイーシャンテンですからね。うんうん。もう津田もこれでちょっともう手じまいですね。白か。そうですね。3品も打てないですよね。白は場に1枚なので、はい、そうしました。まあでも一人転敗でね、友澤良かったですね。はい。まあもうドランコなんで上がりたかったでしょうけれども。友澤の一人転敗で龍局、2局1本は友澤の連チャンです。ドランコなのに、なんかもう仕掛けもできないですしね、難しいですよね。面前でしか手が進められないんで。はい。ドラは8。なんかドイツピンズで一面差ありました。まあまあって感じですね。細ピンにドラの8は1枚。まあただ一面つもない。はい、まあこれでも全員遅いですね、ちょっと。そうですね、小室がカンチーマンでも入れるとスピードがかなり上がりますけど、はい、3色見えますね。789の3色。ドラがね、愚形だらけにドラが1枚はちょっとやりにくいですよね。で789の3色に一旦ね、はい、うん、どうしましょう、これはそもぎりますか。うん、いいピンいらないな。順調ですね。はい。津田は順調です。うん、おお、カンパーピン入ってもいいシャンテンと。お。いやー、ローソーか。これで一応、ウソ引きで、またもう一回、高め3色に、ね、はい、高め3色の形っていうのが、まだ仕掛けられる状態っていうのは作ってますからね。なんとかして連チャンしたいですからね。そうですね。うん。小室のこのシャンポンは今、インマンが2枚切れになりました。うん。ハーピンとか、いるんですかね、これ。想像から埋まった時には、なるほど。いるってことですかね。一応6チッパー見てるって感じですか。ああ、なるほど、そうですね。ね。リアンスは振り点。うん。これで数ピンと初のくっつきのいいシャンテン。初がまだ2枚いるんですかね。そうですね。コングルアサピンが1枚ずつ持っているだけです。ね。ローマンはローマンを切っている。シャンポンになった時にこれパーマン強そうですよね。初くっついた時に。はいはいはい、そうですね。はい。津田はこの数ピンを地位するかどうか。しません。嘘。うん、これで一応、初3期も、ね、フリテンのサブロ9万で、一応受けれますからね。はい。チーマンパーマンのシャンポン転廃。これはちょっと取りません。はい。ドラを打つほどのって感じですよね。はい。そしてもうこのチーマンをチーします。ペンチーマンチーして、なんとレアンピンのシャンポンの現状形式転廃。9層引けば役割になります。そして津田数層を両面チーしてダローピン。これでイシャンテンです。転廃。サブローマン取りません。二件仕掛けが入った後にドラの初はまた切れないですよね。ね。順は場に1枚。まあ、ほぼ朝ピンは脳天になっちゃいますよね。うん。津田も撤退ですね。うん。まあ、ドラが見えてないんでね。そうですね。ここで先ほどの3ピンをつもぎったんですが、今回は2ピン待ちに変化させました。はい。あ、またいいシャンテンになりましたよ、津田は。はい。あ、テンパになった。これでロースを切れば役割に変わります。はい。3色ができています。1ピンどちらでも上がれます。Eピンだとチャンタンもつきますね。いや、津田さんのEピンが危ない。危ないですね。転廃すると。お、これでロースを。なるほど。あ、テンパった。パーマンはつも1回ある。リーチだ。そうですね、本当だ。初短期でリーチ。はい。初は結局まだ山に2枚ですか。なんと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 。津田さん、これチーして天杯が取れますね。Eピンが当たる。あ、チーソー切って天売ですね。パーマンチーなので。あ、そうかそうか。はい。さっきと形が。あ、なんと。この中に2枚も。これ引かれたら本当に使うなぁ。友添。さあ、これ、今後の現物の E ピンアイラブと、友添に宝珠ですだ。本当だ。はい。そう。あ、E ピンだ。配定だ。配定ちゃんた産地が5800は6100。きやー、高い。初は2枚ワンパイ。友添のレンチャントンの2曲、日本馬です。こんな結末でしたね。なんか配定一発ツボみたいな、なんかちょっとイメージが。ね、2枚山だってね、思ったんですが、そうかそうか、イスーピンもね。友添ね、粘ってね。粘って。はい。ドラマリャンピン、友添のレンちゃんです。うん。まずまずのハイパーが来ましたね、友添に。はい。今日ずっと厳しい状況だったんですけど。ただ、ハイパーいい時もね、ツモが効いてなかったんですよね。ああ、そうですね。こいつだ、相変わらず、しごろが見えます。おお、いい手。いい手ですね。先にカンウソかなんか引きたいですよね、津田は。カンウソでも引くと。小物も厳しいな。はい、そうですね。単品だ。単品ですね。はい。おお、いい馬。9層 ?C ピン、ストレートに。はいおお、なんと。なんと。いやー、今のは、いつもです。さあ、友さん、ここで9層。なんと、あの嘘入る。ドラですが、いりませんね、これは。はい。なんせ、ウーピンにくっつけば、しごろの3色です。ここで単品へ、A の統一落とし。さあ、津田さん、これ何がよかったあー、リーチです。サブローピン。面単品。ローピンで3色。ローピンは朝ピンが1枚持っていますが、山に3枚。てか3ピンも3枚。全部で6枚山。マジか。6枚一発でキャッチ。まあ、出ることはないですね。うん。闇天だったら分からなかったけど。いやでもこのね、なんか闇天にはちょっとしにくいですよね。隣。あれはテンション上がるなぁ。打ってて絶対めっちゃテンション上がりますよね。カンウンソウ入っただけでテンション上がってんのに。はい、これ、でも、それでも出そうですよ。3ピンツも。面単品ツモ裏2000、4000簡単だなぁ、マージャン。日本馬でした。2200、4200です。マージャン簡単。綺麗に決まりましたね。ね。高めだったら跳ねまんですよ。そうですよ。1個ずれてたらね、4000、8000までありますね、一発だと。あと3曲です。親番は朝ピン。またも津田さんがトップ目です。恐ろしい。空を吐く。大朝ピンハイパイ悪くないと思いますよ。はい。メンツはないんですけどね。メンツあったかな。なかったか。ないか。ね。なんかピンズが中ちゃんぱいは多いんですけど。中ちゃんぱい多かったです。友添えはペーチャでペーが統一ですが、あ、1個ありましたね。あ、ありましたね。重い。うん。おっと、ベンチも。順調、はい。立てきますね。朝ピン。朝ピンは4と1ですね。今は友添の手番ですか。そして朝ピンのつも番。モンツダはいいピンがあんこになって、これで2、3点。あっという間に2、3点だな。はい。友添はペイをポンして、ドラですね。はい。あれ津田は、白は1枚浮いていますね。浮いてますよね。はい。使えない形で1枚持っています。そして朝ピン。どうしますか、これは。とりあえず想像両面固定。小室も終始結構手がそうなんですよね、厳しいんですよね。はい。朝ピン2点です。うまくいけば面単品。リーチした。はい、両面リーチ。両嘘待ち。この宣言牌をポンして、友添はイーシャンテン。イーシャンテンからイーシャンテンへのドラの白のポンですね。おっと、ペンパイ。今3ピンが通りました。はい。3ピンを切ってのダマ点、関数ピン待ちです。津田の待ちはリャンウソ。リャンウソいい待ちじゃないですか、これ。手配に3枚。場に1枚、残り4枚です。積もりました。簡単だ。はい。津田つま上がり、リーチ、つも、500、1000。トンの4曲です。津田の親番。もう津田さんの思うがままですね。本当に。はい。強い。強い。さんは8200点のトップ目、津田さんです。ドラは数万。あ、ドラだ。え？あ、違う、ドラ1。はい。あ、もう切りました。あ、いいシャンテン。小室さんがいいですね。いいシャンテンですね。はい。関数ソイスーピン。これはあ、これで3層パーソーですかね。ドラ受けもあるんで、はい、あ、しょうがないんですよこれね。ねえ、これ一応9万ですか。ここでどうしますか。9万ですね。ここで9万、はい。はい、仕方がないんですよね。うん。まあ振り点含みですけど、まあドラキでもね、スライドできるんで。そうですね。はい。意地悪なつもりです。そうですね。本当に。酸素以外着るもんないんですけどね。うんうんうん。チーマン切りますか。はい。ドラ固定しました。はい、もうペンチそう。でもね、もうスピードが違いすぎるんで、ね、もうリーチでしょ。小室がね、今にも、大沢ですね。フリテンを引き戻しました。パーマを切って、一数ピンでリーチ。面ピンですね。数ピンで単陽。いいピンが残り1枚と、数ピンが残り2枚。ね、やっぱ両面リーチってこんなもんですよね。残り3枚みたいな。そうですね。感じですよね。はい。さっきの津田さんだってね、両面残り5枚とか、6枚とかね。6枚とかね。はい。ああ、ここには打ちたくないんだけどな、友添も。そうですね。ただ、切る範囲が。リャンド3枚。なるほど。3層が早めと。はい。あと、イーマン3枚。イーマン3枚もありますね。はい。イーマン3枚にしました。はい。リャンマンのワンチャンス。リャンソは一応ね、単ヤオになる可能性あるんで。はいはい。イーマンだとね、安めです。はい。さあ、津田さん、これをどうしましょうか。はい。チーマンパーマン。両面ですからね。そうですね。はい、朝ピンは現物は9層と3層ですか。うん、ピンプッシュ、はい、まあ、打点も見てって感じですね。一通に、ああ、高め。数ピンの方つまがりました。面単ピンツも裏はなし。1300、2600です。大きいですね。はい。いいピンと3ピンでは、いいピンと数ピンではえらい違い。そうですね。そして朝ピンがラス目に。はい。何親番小室です。朝ピンのマイナスも400超えますね。今、これで3連じゃないですか。これでそうですね。そうですよね。そうです、はい。上も3連ちゃん、下も3連ちゃんみたいなね。うん、そうですね。ね。まあ、友添と小室の争いは、相変わらずみたいな。はい、2着、3着で面白い感じですからね。はい、いいんじゃないですか、友添。友添いいですね。はい。メンツがないですけどね。お、朝ピン3色っぽい。純ちゃん3色までありますよ。あります。お、ドラドラ、小室。あ、ほんとだ、チャンス。純ちゃんドラ1、3900ぐらいかな。うんうんうん、チュンか。パーピン9ピンですね。はい。ちゃんた3色。ドラ1。これいらんねん。はい、とも切れました。両面固定。はい。ドラドラですけど、遅いんですよね、小室も。そうですね。お、関数ピン入れた。友添がちょっといい感じになってきてますね。はい。津田がここでローピン落ち。友添を必ず蹴りに来るのが。確かに津田さん。そうですね。本当だ、本当だ。ね、友添がことごとく蹴られてるのが津田さんなんですよね。確かに。今、パーマン出たってことは、カンウーマン入れたんじゃないですか。カンウーマン入れましたね、本当だ。つながスーピンチーソのシャンポンテンパイ。スーピンチーソ。スピンチヒットってまたこれありますよね。3枚あるんじゃないですか。ありますね、はい。ただ結構吸収はされそうですけどね。うん、まあでも自力でっていうの可能性全然ありますよね。ありますね。さあ、朝ピンがいいシャンテン。朝ピンも結構スッとテンパりそうないいシャンテンになってますね。はい。テンパイはでは。おっと。まずいいシャンテンです。さあ、間に合うか。リーチ打てば。うんうん。リーチさえ打てれば、4頃、受けない。受けない。打てないですよね、それはね。まあそうですね。リーチが打てるか、友添。友添、数層から引けば差し子か。なるほど。行かない。あ、テンパイだ。はい、朝ピンこれで E マンとチューンのシャンポンテンパイです。あ、チューンが2枚山？あ、1枚山。1枚山ですか。うわっちゃ、まあしょうがないよな。そうですね、この両マンそうか、小室がポンして、ツーマンとチーマンのシャンポンテンパイ、単用ドラドラ。結局とも上が最後か。いやー、厳しいですね、とも上。ドラのチーマンって全山ですか？ん？ドラのチーマンって小室が2枚持ってて、朝便が1枚使いましたね、カンパーマンで。あ、そっかそっか、そうだそうだ。じゃあチーマン残り1枚か。あー、チーマン積もった。4000オール。はい、単用ドラさん4000オールです。この薄いの引いた。はい、これが渾身のあれですね。ねえ、いやちょっと厳しいよなと思ってたんですけど、一気にトップが見える位置まで来ました。なんの一曲一本場、小室の連チャンです。そう、友添さんは差し子のいいシャンテンだったんですけどね。差し子もですけど、ねえ、先にテンパイしてリーチして打てる手なんですけど、テンパイしないんですよね。しないかったですね。ドラは何？お、友添がタイパイドラドラじゃないですか？あ、本当だ。はい。難波の、なんですか？ダブなんです。はい。あ、また。また来ましたよ。津田がチューンをポンと。ほら、また。ほんとだ。友添さんの勝負手を津田さんがかわしに行くみたいな。パターンですよね。うわぁ、ただこのローピンはいいですね。形もいい。あ、いいシャンテンだもん。はい、順調。これ、2差し絡みなんですよね。2差し絡みなんで、これ、スーワン結構危ないんですよ、これ。あ、これでやんめになった。はい。あ、そりゃうピン。リャンピンがちょっと薄めかな、これ。リャンピンがここで5枚、ね、6枚。もうあと2枚しかない。はい。あ、朝ピンもいいシャンテン。はい。ウーマン切るか。ね。はい。はい、シャンテン友添。しないリーチ打てるかな、友添が。そうですね。ツだ。イーマンをあんこにしました。手広いちゃんてん。はい。先輩しない。イーシャンテンから長いですね。サソピン、カンリャンソウのテンパイを取りませんでしたね。はい。リャンシャンテン。いじいじする、これも。まだドラの難は山に2枚残っています。現状誰もテンパってないですね。はい。イーシャンテン。はい。さあ、どっちだリャンソウか。どっちだ難しいな、これ。いやー、これは。どっちでもいいって感じだけど。お、チーソウ。ほう。なるほど、老朽層が。単野を固定ですね。はい、老朽層が場に4枚だ。そして、友材、カンリャンソウを入れて、リャンマンとナンのシャンポンでリーチです。ナン持ってないんじゃないですか、誰も。ハソピンはカンリャンソウを入れて、パーマンでリーチ。ナンは誰も持っていません。リャンマンはなし。友添の町はドラのナンが残り2枚。イーマンのアンコ落としだ、これ。ああ、そうですね。はい。多分もう着るもんないもん。はい。はい。そして、アソピンのパーマは4枚来ています。さすがにパーマが強いか。いや、でも、わかんないですよね、こればっかり。いや、そうですね。うん。本当もう順番なんで、はいはいはい。どっちが先にいるかだけで。何着る？パスとリャンソウも切りにくい、リャンピンも切りにくい。一旦パーソー。友添の現物のパーソー。アサビもついてないからな。4枚いますよ、でも今回。さっきまでなんか両面リーチ残り2枚とか1枚とか言ってましたけど。いや言っても4対2でしょ。4対2、確かに。4対 3？ 4対 2？ 4対2です。4対2でしょ。はい。あんまり変わんないですよ。確かに、まあ、そうですね。うん。リャンピンかリャンソウ、どっちだ？わかんねえよ、こんなの。いや、ほんとに。ねえ。もうどっちもわからない。いやー。もう目つぶって切るしかない。どっちもセーフだけど。ね、単品高め3色みたいなことになってますけど。うんどっちも危ないんですよね。でもどっちも通るという。はい。もう目つぶって切るしかないよな。だってスーマンも切れないし、ウーマンもローマンも切れないし。そうですよね。ピンズも下も嫌だし。下全然ね、見えてないですもんね。そうですよね。はい、了承しました。自分の都合で。はい、パーマン。これはさ、ピンの上がり。リーチピンフーラ3900は4200です。痛いなぁ。なんだかんだ今日結構友添さんも辛いですよね。うん、かなり辛いですね。さあ、何曲友添の親番です。あのぐらいの計画校、まあ多分形がいいから追っかけてね。すぐテンパイなんで追っかけてたけど、あれ、1巡でも2巡でもあるともう降りちゃうんですけどね。確かにリーチのみとかね、リーチのみとかリーピンだけなんで。はい、ただもうテンパイ、ね、リーチ入ってすぐテンパイなんで行きやすいですよね。うん、あれ、1巡2巡すると多分降りちゃうんですけどね。ペンの統一落としとかするんですけどね。そうですね。なんかハイパイで初がアンコのすごく良かったように見えました。そして友添ペンチーソー入りました。いや、いいとこまで来るんですけどね。そこから伸びないんですよね。さあ、サピンがドラドラ。津田さん、これですよ。また津田さんか。いやー、素晴らしい。ローマン、パーマンあたりが頭になると、もう、どっからでもって感じですよね。はい。何でも仕掛ける感じです。チーマンとかチーから入ってもいいですよね。いいですもんね。はい。わあ、いいシャンテン。順調です。小室は、統一意識ですか？そうですね。お、先に、これこそ先にリーチ打てるか。はい。あれで、アンソン2枚打たれた。カンリャンソンのリーチは打ちたくない。さあ、どうする？なんじゃないか、普通のなんか。これは何のポンテンが入る形です。何が出る前にリーチ打ちたい。おっと、完全いいシャンテン。さあ、この順目じゃないと無理だ。もうこの順目じゃないと。はい。ここでリーチ。はい。うん。転敗しません。はい。厳しいな。ヘッドができません。ねえ。もう地点でもポン点でも何でも来いですからね。津田さんね、はい、小室さんも何のポン点入りますしね。はい。まあサピンはこれなかなか出ない。あ、なんかこれでも出なくなった。ダブなんですからね、サピンは。はい、一気に津田さん有利ですか。ロキューマンが連続で打たれた。ああ、キューマンが2枚打たれたから、ね、あと1枚しかない。いかにも薄そうなロキューマンになってるもんだな。お、本店は考えない。イースチーピン決めましたね。はい。確かに親の友添いに嫌なのは嫌なんですけどね。両ピンはね。そうですね。ちょっと嫌ですよね。これはダマ点だ。これはダマ点に構いません。イーソーとナンのシャンポン、なんで役があります。その形が手があれば1通まで、もしくはね、三面ちゃんなり、いい形なりに。スーピンちゃうか、違った、ウーピンだった。これだったら残すんじゃないですか。なるほど。ローピンが現物になるんで。はい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 。あ、残さない。ていうか、小室のマッチ、イーソーが場に2枚なんですね。ああ、なるほど。それはちょっと。さすがにね。はい。リーチ打ちたいけれども、でこれで友添がテンパ入れました。ローキューマン、ローマンの肩上がりのタンヤオ。どうしましょうか。単品つもぎり筋ですね。そうですね。あ、全部入った。一スピン待ち。ダマ点です。これは上がれそうな。上がれそう。Eピンがどこかに行っている。レアンパッソだ。レアンパッソどうだ。ウーパッソ。パッソも薄いなぁ。レアンソーなしの。リーチに行きましたね。レアンパッソ。目に見えてレアンソーはもうなし。ウーパッソー待ちです。あ、積もった。ほう。友添タンヤオのつも上がり500オールです。いや、ドラー、あ、そうか、ドラないね。ないですね。はい、500オールです。紙一重のところで上がってますね。そうですね。はい。友全のレンチャン、まあ、2曲1本場です。ドラは初になっています。部ピンズで1メンツありますね。はい。朝ピンがドラドラだった。はい、津田が白トーン統一。また早そう。白はこの白だって泣けますもんね。はい、これ泣きますね。ポンですね。またほら津田さんが友瀬さんの親を。あとここはドラドラの朝ピンもね。前出ますしね。なんとかしたいところですけど。これ初はちょっと切りにくいな。C統一ですね、今統一が増えたんで。はい。多分C統一本線になるんじゃないですか。もうポンテンの老朽層。はい。もう上がってくださいっていう状況ですね。うん。シート地ね、行かなかった。行かなかったですね。さあ、ローソーから地位しました。これでトンとパーマンのシャンポンテンパイです。トンは山だし、パーマンも山だし。両方とも全部山。全部山。山4です。あ、イーシャンテンだ。はい、朝ピンチートイツのイーシャンテンに取りました。小室もいいシャンテンです。ただ、しごろの3色にしたいので、やっぱりヤンシャンテンかも。チーマン切るかな？切らない。ウーピン。リャンペイコウ含み。はい。筋かかった。もう今にも津田さんが上がりそうですねえ、本当に。一応いいそう。数層は今通ったんですね。うん、リャンペイコウ含み。はい、一応チーマンはチーマンですよね。仕方がないでしょ、これ打っても。うん、いきますよね。はい。他切れないですもんね。そうですよね。特にね。うん。おお、初重ねた。友添を、ドラの初を重ねました。何が？何が？誰もない。お、山だ。逆襲あり。ありますね、これは。はい、パソ。逆襲あるよ、これ。ポンだ。なんだ、ポンだ。友達、なおポン。これで、テンパイです。イースマン町のなんドラドラ。イースマンいい町だ。はい。ねえ。手配に4枚ですか。場にはあ、スーマン。スーマンだ。5波、6-1。はい、友添、津田からの上がりとなりました。なんドラドラです。トンとパーマンは山に4枚のままでしたね。ねえ。うん。いや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 。友添、レンチャン2本馬です。綱渡りですけどね、本当に。はい。とっとっと、いい上がりですね。うん。ドラマチーマンになりました。お、いいね。ごそっと取った2、6、7、8で持ちましたよ。いいですね。これはいい。ようやく、でもさっきからようやくって言いながら先手が取れないんですよね。うん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 。4枚目。ピンが4枚。ピンズで一目ずつ完成。ドラム1枚ありますね。9ピン、ペンチーピンの受けができましたが、迷わずつもぎりと。はい。何切るかな。ゴマも結構厳しいんですよね。うん。決してなんか悪いわけはないんですけど、悪いところないんですけど、もう一つ手がついてこないというか。はい。お、ドラが2枚になった。それよりもって感じですけど。はい。ね、そうですね。はい。お、いいですねこのペンチーピン。これはいいシャンテン。今のは。ねえ。いいですね。最後のペンチーマ持ってきました。手応えありますよね。はい。さあ、天敗です。これはリーチです。はい。リスソーマチ、リーチ、ピンフ、ドライチ。ペンチーマン、カンチーソーですよ。はい、残り山に4枚です。4枚もいるんですか。はい。2枚、2枚。いや、これ、友添も、パーマン、ローマンだ。うん、なるほど。タンヤオトラトラのいいシャンテン。はい。やっぱり5点になっちゃいましたね。友添。確かに。チーしますかこれは。これチーでしょ。チーして、これはじゃあ、リャンウーマンのタンヤオドラドラ、天敗。あれめっちゃドラ統一っぽいですよね。はい、ドランコかもしれないですね。はい、まあドランコ、まあね。いや、あんこはないんですかね。いや、わかんないですね。リャンウーマン、これ、リーチに行きましたが、友達に捕まりました。単葉ドラドラ5800から6400。6400ですかね。はい。さあ、友添の連チャン3本場です。パーマンローマンって日に無筋切り飛ばしてたらもうドラいっぱい持ってますよね。ね、最低2枚ですね。はい、いやーでも今の上がれないと痛いな、小室も。まあそうです ね。ドラは9ピン。友添初が統一。ピンハイパイ悪くないですね。はい。うわ。ピンの統一落とし、僕してみました。ペンチーピン受けができましたが、朝ピンがね2枚切ってます。こちらはソーズがたくさん。普通に進めて、はい。そう、親を持ってきてって感じですかね、朝ピンは。そうですね。こちらはドラを切っていきます。はい。年本チートみたいな感じですか。はい。おお、順調。はい。泣くとね。まあでもポイントはあるからな。おっとこれちょっと泣きたくなくなったな。はいねえ、難はラブなんじゃないですよね。うわー、このチーピン投げた。はい、これピンチーピンをチーして白髪のダブルバックの形です。急走は泣かない、泣かないですよね。この形になったらちょっと泣きたくないですよね。大ドラの9ピンを引いてイーシャンテン。なんだってこれだからレアンソを切るとペン3層ですね。いつがつきますね。はい、はい、面本1通です。2層かレアンソを切ればテンパイ。2層切ってリーチにいた。リーチペン3層のリーチです。なるほど。面本一通リーチ、これ羽マンカップ。うわー、3層これ闇点だったら一発でしたね。出てたかもしれませんね。ただ 3層まだ残り山に1枚あります。ね、結構強気ですね。はい、これ1枚の3層。積もったー。リーズも面本1通。裏が乗りました。4000、8000は4300、8300。また、友添の。恐ろしい。友添を。いやー。友添に。8500かぶりですか。友添にパンチを。これ、恐ろしいですね。リーチいって、つまがり切りました。友添にパンチ。はい。もう本当に何してくれんのみたいな。すごい。津田、一気にトップ目です。マジか。いやー、すごいですね、今の。うん、すごい。さあ、何の3曲です。親番が朝ピン、ドラはリャンソーです。小室助かりましたね。いや、そうですよね。あれ、でもリャンソー待ってどうしてたかわかんないですけど。でも、名簿に見えないでしょ、まだ。どうなんだろうっていう感じ。どうなんでしょうね。打ってたかもしれないですよね。かもしれないですよね。はい。いやー、恐ろしい。まあ、あんだけ考えたら出ないかもわかんないけど。ノータイムでレアの時言ってたら、多分。スッとね、もしかしたら。打った可能性ありますよね。はい。これマンズが多い。はい。友添やり返すか。休まるんですかね、あれは。いや、わかんない。いや、わかんないですよ。はい。はい。もう染まりませんでした。はい。あの形でなんかウーパーマンとか入れたら、なんか、どうなんだろうな。あー、パーマンとかね、さっき引くとね、いつも見えるし。はいはい、だけ両面ですね。ちょっとずれてんだよな、今の急走。あ、9層余った、はい、どうだ間に合うか。6級層間に合わない。うん、ただ9層は安全牌っぽいからもうちょっと持ってるかもわかんないな、津田さん。あ、これはもう9層ですね。はい、津田さんがイーシャンテンになっています。あっという間に9層が3枚飛んだな。この6級層いい街だなと思ってると。そして津田が9万ポンして白バックの天敗。白は山に2枚。やること全部うまくいってるような感じだな。おいそ切りますか。ローマを紡ぎました。あ、もう無理だ。はい。さあ、ソフィンが箱を使いました。津田、1300の上がりです。1000点。ん？あ、ごめんなさい、1000点ですね。すいません。はい、サウロス、津田の親番。友添はと津田の検査が。マンガン出上がりはダメですね。はい、マンガンツもですね。小室もまた2着3着争いもありますね。小室友添の間は3着。このパターンですよね。2回戦もこのパターンですよね。そうですね。トップも欲しいけれども、最低2着になりたいっていう。この辺が微妙なところで、はい、トップは欲しいけれどもみたいなね。はい。チュンでドラが1ある。2000点は、ちょっと足りない。1000点足りない。500、1000も足りないですね。はい。ドラドラ朝ピン。26にならないな。やっぱ一品をあんこにするぐらいですね。はい。700、1300は足りますからね。これでもどうなんだろう。ファーマンとかだったらチーするかもわかんない。ちゃんたつけに行って。ああ、なるほど。ね。チュン、ちゃんた、ドライチ。ね。はい。それちょっとありじゃないですか。うん、ありますね。このパーマン。これ泣かないですか？いや、どうなん、泣かない。泣かない。ね。ちゃんたつけに行く。なるほど、そうですね。ありですよね。ありですね。ね。俺だったらなんか泣いてそうだな。とりあえず。チーみたいな。まあ、チュンなり。まあ、何も一枚持ってますしね。そうですね。チュンはもう絶対必須ですけど。必須ですか。うん。ただもうね、津田さん以外は出てくるじゃないですか。うん、そうですね。ね。もちもち以外は。はい。これはトップまでマンガンツも必要ですが、現状だと、面品高めドラしか見えないですもんね。一応3式を目指して目指そうかと。ただ妥協もしようという感じですかね。あ、ドラ引きましたよ。これでいいですね。いいですね。これでもうチュンポンしてチュンドラドラなり。はい。スーピンなんかもうちょっと引っ張ってもいいのかなみたいな感じでしたけどね。スーピン周りでね。はいはいはい。パーピンですか。うん。チュンはまだ山。ローマンもう切っちゃってね。はいはいはい。ドラ固定の。これなんだ。ローピンか。あ、じゃあまあ、E ピンはどうだ。E ピンが良さそうだ。はい。E スーピンに。決めましたね、大体。はい、あ、インスーピンがやばい。早く切らないとやばい。関数まひだ。あんまり行く気ないんですけどね、津田さんも。はい、でも差し子の3色のいいシャンテンです。はい、もう早く流局したいぐらいの感じなんですけど。はい。スーピン危ないこれ。まあでも朝ピンリーチに行くでしょうから、リーチと言われるとまあおりますね。いやもう切らないんじゃないかな。行くかな。いいぞ切った。そこもチュンのポンです。でだろう。まあはい。チーピンが早かった。ミスピースチーソのヘッド作りが2人テンパイだと同点か。はい。んはどうですか？切ります。まず今取った。あ、置きましたね。うん、そうか、一品の統一落とし。何は何一枚だ。いいスーピンがなくなった。はい、いいスーピンがまだあるけど、うわ、うん、うわ、いい瓶がゼロになった。もういいスーピンなんかないと等しいな、これ。そうですね、もうないですね。まあでもこれまだシャンポンにね、最終マッチ、まあまあありますけどね。一応。あ、テンパイだ。怖っ。怖っ。もうスーソでしょ。スーソってローピン、サブローピンとか、これまあまあこれ。まあまあこれ、怖い。3品は上がらないとかありますかね。あれ、上がるでしょ。上がりますか、2000点。あ、さあ、ダブナが泣けました。さあ、これで小室パッソー待ち。ダブナチュンドラドラ積もればトップですね。サブロッソだ。はい、友添もテンパイ。いやでも小室さんがマンガン張ってそうなんで、上がりますか、このサブローピン。キーサは通る。別に普通に急所切っといていいんじゃないの。そうですね、サブロー急所振り点なので、リーチを考えましたか。いや、上がるかどうかを考えてるんだよ。ああ、そうですね。こちらはサブローソー。チーソーは通った。天杯だけなら、天杯だけなら確かに。ウーマンあるよな。あるよな。ワンチャンあるよな。ウーマン、そうですね。ウーマンを切ると上がりまである。スーソーの方を触っていましたか。スーソーも通りますね。津田さんにも合わせて通るってことですか。はい、はい、これでウッパッソー、役はなし。9ピンは9ピンちょっと打ちにくいですね。降りましょうか。もう降りても大丈夫ですね。降りてもまあ天敗脳天では大丈夫です。小室のつま上がり以外は、はい、ここでこれ正しいですね。はい、積もった。小室つま上がりチュンダブナンドラドラ2004戦を積もって、この半チャントップです。友沢痛いな。はい。ねえ。三着落ちですからね。そうですね。さあ、本日3チャン目、トップが小室、そして2着津田、3着友添、4着朝ピンとなりました。確かにラスト争いしましたけどね。うん、乱入した頃には。ねえ。うん。本当に。まあ、ね、津田さんは悔しいでしょうけど、まあ400ポイント持ってるところからの2着なので、まあ、友添がいたいですよね。友添さんがね、トップ3着でしたので、60ポイント開くということは、80ポイント差ぐらいになりましたか。そうですね。かなり痛いですね。はい。ということで、本日は残り1半ちゃんですが、対局に移る前に休憩をいただきたいと思います。少々お待ちください。